はい、皆さんこんにちは。カタリウムのカタリです。今から始めるドラクエ10続きやっていきたいと思います。本日はですね、どうしようかなと思ってんですけど、唯一ね、期間限定で残ってたこれね、ププなお天気レポート、これをやっちゃおうかなと。なんか限定って聞いてると、どっかでね終わっちゃうような気がするので、ちょっとこれをやってみようかなと。どんなクエか全く分かりません。すぐ終わっちゃうやつかもしれないし、またなんか続くようなやつかもしれないし、全然分かんないんですけど、ということで今、キラキラ大風車のところに来ております。で、今回一緒に行っていただくのは棚広さん、紫さん、ビーストさんになります。ということで早速ププナさんにお話を聞いてみます。私お天気お姉さんのププナよ。ここから空を見るとたくさんの気球が見えるでしょ。そうなの？気球見えたっけ？いつもはあの気球の一つに乗ってお空の様子を観測するのがお仕事なんだけど、最近なんだか目の調子が悪いみたい。お天気お姉さんは目が命なのにこれじゃ予報ができないよ。そうなんですか。ねえねえ旅人さん、人差しすれば秋晴れの空のように視界が澄み渡るという晴天の目薬を取ってきてくれないかな。なぜ旅人にそういうことを言う。晴天の目薬は右ストリス領にあるブルベリーノがごくまれに落とすわ。あ、もしかしてこれ簡単なクエかもしれない。このままじゃお仕事ができないからお願い。 OK。 そもそもブルベリーノってどんなやつだ。え、なんか期間限定の割にはすぐ終わっちゃうくらいかもしれないですね。ブルーベリーノって何？すぐそこだね。違う、風車、右ストリス領。あれ、これってどっから行くのがいいんだ。あれってすぐ行けるところ？それともちょっと時間かかるとこかな。なんかすぐ終わっちゃいそうなクエですね。あ、ちょうどいいからこう移しましょうか。キラフキラ大風車、ちょっと時間かかるとこですね。まあいいや、このまま行っちゃいますか。期間限定というからもうちょっと大きなクエかと思ったけど、なんかすぐ終わっちゃいそうな。まあとはいえ、もしかしたら 2,3 回戦闘してこいって言われるかもしれないしね、わかんないですよね。この今のクエの感じだと、何ですか、あの病院のクエみたいになんかすぐ終わっちゃいそうなイメージなんですけど、違いますかね。病院のクエやった方が良かったかな。病院だと色が増えますからね。色をいっぱい増やしたいんだけどな。さてと、ここ曲がって下に降りてすぐ見つかるといいんだけどな。ブルーベリーノってどんなやつだろう。あれ、ブルーベリーノ、ブルーベリーノだよね。聞いたことないな、ブルーベリーノって。でもその辺にいるんだからそんな強いやつじゃないですよね。さてと、着きました。すぐそこにいればいいんだけど。あ、もしかしてこいつじゃないの、ブルーベリーノって。こんなナスみたいの。あ、こいつだ。あ、見破ってない。しかも見破ろう、とりあえず。まさかのこんな簡単なクエだったとは。見破る、とりあえず見破ろう。倒さないでね、倒さないでね。倒しちゃった見破れないっす。なんで見破ってないのかよく理解できた。
とりあえず見破ります。倒さないでよ。おし、見破った。あれ、そう簡単に落とさないですね。そこそこ強いな。なんか一撃で攻撃で倒せないですよね。あ、倒せた。なかなか落とさない系。そういえば運営頼りみたいのが新しく出てましたね。バージョン 3.2 はやっぱり強すぎたということで、 3.3 は若干 3.2 よりも敵がボスが弱くなっているという発表でしたね。やっぱ 3.2 強いよね。サポで倒せる程度にしてほしいなっていうのが私の要望ですね。おっ、落とした。もしかしてこれで終わりかもしれないんですけど、まあしょうがないね、それはそれでね。 できればね、運営さんにお願いしたいのは、この動画で言ってもおそらく見てないと思うんですけど、なんだっけ、サブクエストを充実してほしいですね。最初の頃の街のクエストいっぱいありましたよね。ああいうクエが欲しいな。一応ね、街のクエあるんですけどね、この辺か、この辺違うね、なんか一応あるんだけどね、村とか街のね、なんか少ないよね。次もしかしたらこれやるかもしれないですけど、なんかお役立ち機能ってなんだろうこれ。まあそういうもうちょっとしっかりしたのをね、サブクエとしてほしいかな。絶好の天作を洗濯日和のように晴れ晴れとした、すいませんね、今日起きて一発目の撮影なので口が回ってないですね。その顔、晴天の目薬を手に入れたので、それじゃあ早速渡してくれる、渡しますよ。見た目は変わってない。クオー、来たー。まるで台風の一過が晴れ渡った空のように目が澄み切っているわ。いいな、それ欲しいな。ありがとう旅人さん、これさえあれば私隣の大陸のお空模様も、そんなに視力がいいのか。実はこの間気球から、光の川を眺めてたら大きな崖みたいなのがちらつくように見えたことがあってね。大きな崖、目をゴシゴシしても影が消えないからよっぽど目が疲れてるんだと思って気を降りてきたの。なってよかったわ。あなたのおかげで仕事に復帰できそうよ。あれ、終わっちゃったかもしれない。え、これがなんで期間限定だったんだ。続きがあるのかな。大きな影か、崖じゃなくて、あれー、ちょっとね、一回ここを出てみましょう。クエが追加されることがあるんでね、一回家に戻ろう。追加されなければこれで本当に終わりじゃないのか。話は続くのかな。その影についてなんかいろいろ話の展開があるとかそういうことはなさそうですね。何の追加もされませんね。あ、これで終わりですか。マジですか。あ、これもお役立ち機能か。どうしよう、じゃあ明日これやるかな。より強くなりたいと願うものに。これなんか難しそうだな。レベル90以上だって。まあということでね、今回これで終わりました。マジですか。あ、なんかもっと長いクエだと思ってやったんですけどね、久々にちょっと楽しみにしたんですが、
なぜ期間限定だったのか、そして、なぜ長い期間限定のままなのか、謎が残るばかりですが、そっちの方の謎がちょっとね残っちゃいましたけど、ということで終わりにしたいと思います本当かこれ、もうここはこれで終わりですか、しょうがないですね。はい、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。